イルティッシュ号異例飛行都市の海岸イルティッシュ号投降事件は、ロシアのバルチック艦隊の特務艦、イルティッシュ号が、日本海海戦で損傷、航行不能となり、海戦翌日の1九0 5年五月二十八日午後二時頃、島根県長郡津村脇で投降した事件。排水量一万五千トン、全長百八十メートル、全幅十七メートル、最大速度十点五ノット。 並走として8つの昇降警報を装備していた。1903年にドイツ海軍の石炭運送船ベリギア号としてドイツで建造され、1904年にロシアがドイツより購入、200万ルーブルをかけて改装され、石炭層は各質ミの貯蔵のため乾燥室と石炭室に分割され、西シベリアを流れる帯側の支流イルティッシュ側から命名された。 ベリンギア号の艦長は、エルゴミシエフ公爵、仙人将校は、シュミット中尉、定員は251名、登校時の上院は235名で、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、タタール、ドイツ、ラトビア、エストニア等の出身者で構成されていた。中でも、ボルガ川支流の丘川、鎌川流域の端家で働く12から13歳の少年や、 召集された老兵が上院の62%を占めていた。グラフ主警庁が公開日誌に残した記述が後の近海騒動の元となった。日露戦争でロジェストウェンスキー中将を司令長官とするバルチック艦隊に加わることになり、出航準備を急ぎ石炭を積み込んだため、積み荷がバランスを崩して船体が破損。本体から約2ヶ月遅れて12月24日に、 バルト海のリバウ軍港で、石炭8000トン、消火面1万5000プード、ピロキシン3200プード、弾丸、水雷、食料、おうし数等を積みにし、8000ポンドの海軍小切手も渡され執行した。この時点で、本体はマダガスカル島に停泊していた。本体に合流後、1905年5月27日の日本海海戦に参加。日本海軍との交戦により、 第2八地右側、看板上の船室、艦首部の3箇所に被弾、浸水、羅針板が破壊され、機関部にも損害があり、行動の自由を失った。艦長は、ウラジオストク港にたどり着くべく、日本沿岸を北上した。5月28日午前10時ごろ、脇の真島沖にたどり着く。さらに北上し、カヒサ市の沖まで来たところで、 郷の川の河口で湿気を避けて並ぶ漁船を発見した。数日前から強い西風が吹いていた。脇の浜には100隻近い漁船が湿気を避けて並んでいた。これを日本の軍艦と誤認し、イルティッシュ号は反転した。しかし、イルティッシュ号の浸水はまずばかりで、再び脇の真島沖に戻った午後2時過ぎに航行不能に陥った。このため、 陸地から2回入りの地点に停泊して6隻のボートをおろし重傷者から順番に上陸させることにした。ボートのへっさぎには B 機、N 機、白旗、赤十字機、ロシアの国旗を掲げて投降することとなった。イルティッシュ号が姿を現した角村脇では大騒動となっていたが、白旗を確認すると住民たちは安心し救助活動に取り掛かった。だが、 檻からの強い西風に煽られ、ボートは岩に乗り上げて転覆し、ロシア兵は海に投げ出された。角村脇の男たちは荒海へ飛び込みボートを岸へと栄光した。地元では当初、湯野津港と浜田港を結ぶ航路があり、海が湿けると欠航するなど不定期だったため、この時もゆっくりと北上する大きな船を見た人々は気船か病院船と思っていた。午後6時には、 艦長以下乗員235名全員の上陸が完了し、その夜は住民から飲食を含めた保護を受けた。また負傷者53名は和木と加久市の両小学校に収容され、手当てを受けた。住民による救助活動と焚き出しを受けたロシア兵には涙を流すものもあった。翌5月29日未明、イルキッシュ号は沈没した。同日朝、乗組員は、 浜田の不評、第21連隊へ、戦時捕虜として引き渡された。翌年から、戦争等による中断を挟みながらも、脇住民によって、ロシア兵の慰霊祭が行われている。河内市脇町には、イルティッシュ号の乗組員の慰霊碑が建てられており、遺留品などは、脇公民館に保管されている。また2005年5月29日、 救助から100年を記念した式典が、ゴーツ市内で開催された。また南波都市増市により、イルティッシュ号の来た日として小説化されている、第72回、直木賞候補作、沈没したイルティッシュ号には、金塊が積まれていたという噂があり、何度か引き上げが試みられた。特に1959年には大規模な引き上げ作業が試みられたものの嫌いを発見しただけに終わった。 2007年にロシアウラジオストクの極東国立工科大学の調査船により17年ぶりに水深50メートルの海底に沈むイルティッシュ号が確認された。イルティッシュ号は魚礁と化しており骨組みだけになっていた。ABCD 路間乗組員救助から100年に本海海戦島根で式典共同通信社。 47news,http://www.47news.jp/.cn/.200505/.cn20050529-010035177.html2013 年8月18日日閲覧、イルティッシュ号の北日、島根県、直木省のすべて、日本海に沈んだ、ロシアガン。 17年ぶりに撮影成功。朝日新聞。2018年2月23日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年2月23日閲覧。ありがとうございます。